お疲れ様です。今回の Google ポツンと一人旅なんですけども、 Google マップね、島根県の新庄村村にね、ちょっと潜入してみようかと思います。岡山県の県北真庭市を大きく超えたところで、鳥取なのかどうなのかわからないようなところですね。これおそらく近くに住んでる私でもわからないんで、日本全国の方、新庄なんていうところ知らないよみたいな方ばっかりだと思います。これから紹介していきますね。新庄川の堤防のしだれ桜通りってありますけども、なかなか見事ですよこれ。ほらね、この規模でしだれ桜が並んでいるというね、風光明媚な、そして夜景が、なかなか味わい深いですね。星も綺麗でしょこれ。これ観光客もね、時期によってはかなり増えるんじゃないかなと思いますね。これは写真の腕がいいですね、カメラの腕が。はい。で、この島根県新庄村っていうのは、豊かな自然と歴史が織りなす美しい村になってます。日本海に面した風光明媚な海岸線、それから内陸部には広大な田園風景が広がっていて、四季折々の美しい景色を楽しむことができるようですね。で、歴史と文化なんですけども、新庄村は古くから人々が生活してきた地域であって、歴史的な建造物や遺跡が数多く発掘されております。で、出雲大社もね、近くにあります。近くって言ってもね、車で1時間ぐらいですね。近くない？はい。で、歴史的な建造物としては、江戸時代の面影を残す古い家屋、かつての村の暮らしを垣間見ることができるということで、まあ言ってみれば普通の人の家がそのまんま文化遺産に見えてくるってやつですかね。これもだから普通の人の家々が並んでるところでしょう。まああんまりね、ズームアップしては日々生活している方に申し訳ないんですけど、はい。で、自然と観光の紹介なんですけども、日本海に面してるのかな。本当かいなこれ。新庄でしょ、日本海。ああ、でも面してる、といえば面してるんですね。遠いような気がしますけどね、結構ね。はい。それで、広大な日本海はサーフィンや釣りなどのマリンスポーツを楽しむことができると。新鮮な海の幸も味わえるそうです。で、内陸部には美しい山々が連なっていて、ハイキングや登山を楽しむことができると。新緑の季節、紅葉の季節には特に美しい景色が広がるのは先ほどお見せした通りですね。で、名産なんですけども、お米があります。新庄村の米どころというふうに有名だということなんですけども、私は知りません。でも美味しいお米が生産されてるみたいなんでね、ぜひ味わってみたいかなと思いますね。米不足ってもう完全解消されたみたいですね。ただ値段かなり上がりましたね。はい。それから海産物です。新鮮な魚介類は地元の食材として人気があるそうです。さらには伝統工芸品として、手作りの工芸品がお土産としてかなり人気だなっていうことなんで、まあ伝伝太鼓ぐらいあるのかなという気はしますけども、どんなものがあるんでしょうね。ちょっとここでは現物が紹介されてないんですけども、また調べてみようかと思います。で、イベントなんですけども、まあ、お祭りが夏とか秋にあるようなんですけども、写真にはちょっとね、確認できなかったんで、これもちょっと別途調べてみないといけないかなと。あと海ですね。夏には海水浴が開催されるようなんで、まあ、これが観光客を呼んでるのかなっていうところがありますけども、まあ、若者のマリンスポーツ離れと言ったらもうね、耳にタコができてると思いますけども、若者が離れたというよりも若者がいなくなったっていうのが正直なところかなと思いますね。少子高齢化でマリンスポーツもバタバタと倒れていってね、もはやスキーをする人もいません。もう広瀬香美さんの歌が残ってるだけで、住みやすさは抜群です。新庄村は自然豊かな環境の中でのんびりと暮らすことができますし、まあ、Wi-Fi の電波も来ないんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうかね。まあ来るんでしょうね、でもね、今の時代こういったところにも。ちょっとこういうふうな決めつけを言うとね、失礼なんですけども、まあでも逆に Wi-Fi が来ないところって貴重なんで、まあスマホが役に立たなければね、なんか人と人との交流が深まっていくんじゃなかろうかという気もしないでもないです。核戦争が起きてもここだけは生き延びそうですよね。なんかね、そんなことないか。はい。じゃあまとめていきましょうか。島根県の新庄村は豊かな自然と歴史が調和した美しい村ということができるんじゃないかなと思います。都会の喧騒を離れて
ゆっくりと過ごしたい方におすすめということで、今回は以上です。